はい、皆さんこんにちは。緊張しする場所の伊藤海人です。今回紹介するのはこちらのロイヤルビーをご紹介したいと思います。で、こちらのデックなんですけれども、だいぶ前に東急ハンズの方で買いまして、1個4800円程度で手に入れました。で、こちら、2つあるんですけれども、まあ、2つで1万円弱しました。で、これめちゃくちゃ高くないですか？まずね、この箱だけでもおしゃれじゃないですか。で、これで4800円っていうのはものすごくね、レアなデックだなと思いますね。はい。まあ、今回はね、こちらの、ロイヤルビーをご紹介したいと思いますので、最後まで見ていただけると嬉しいです。それでは早速近くで見ていきましょう。はい、それではまず最初に箱の紹介からしていくんですが、こんな感じになっていまして、真ん中にはね、大きく B って書かれていますね。で、上と下にはですね、蜂のデザインが書かれております。なかなかかっこいいですね。で、横はこんな感じになっていまして、KY 製ですね。そして、こちらが裏ですね。で、ここにもね、蜂のデザインが描かれております。で、その下はですね、プレミアムって書かれていまして、バックナンバー168って書かれております。で、こちらのデックなんですけれども、まあ、動画じゃ分かりづらいと思うんですけど、触るとちょっとデコボコしてるっていう感じになっています。まあ、エンボス加工がされているんだと思うんですけど、すごくね、ザラザラしています。すごくね、本当に高級感のあるデックだと思います。はい。箱の紹介は以上になります。それでは早速中身を見ていきましょう。はい、フィルムを剥がすことができました。本当にね、手で触るとザラザラしていて、すごくね、高級感のある箱だなって思いますね。はい、それでは早速中身を見ていきましょう。オープン。おお、皆さん見てください。これめちゃくちゃかっこよくないですか？さあ、初のロイヤルビーです。オープン。おお、すごく輝いてます。まず、ジョーカーが2枚なんですけれども、こちら金ピカです。めちゃくちゃ輝いてます。そしてこちらスペードのエースなんですけれども、周りにね、金縁があります。で、他のカードもこんな感じで金の縁がついてますね。で、マークがちょっとね、小さめになっているっていう感じになっていますね。なかなかいいですね。で、絵札はこんな感じで、すごくね、金ピカになっていますね。すごくね、光沢感があっていいですね。で、赤いカードはこんな感じですね。すごくかっこよくていいですね。で、そして、こちら広告が2枚ついてきました。はい。表のデザインは以上になります。それでは続いて裏を見ていきましょう。はい、こんな感じですね。すごくね、なんかかっこいいデザインになってますね。はい。それでは早速ちょっと広げてみましょうか。まず、表向きで広げると、こんな感じです。すごくね、インデックスもしっかりと見えるので、すごくいいですね。はい。さあ、裏向きで広げるとこんな感じです。まあ、普通の B と同じように白縁がないので、あまり目立ってはしないんですが、まあ、このね、この丸い部分がたまに見えるところがいいですね。では実際ね、ちょっと混ぜてみたいと思います。実際混ぜてみた感じ、ちょっとね、硬い感じがしたんですけど、まあ、そこまでやりづらさとか感じなかったので、まあ、そこら辺は問題ないかと思います。
で、先ほどお見せした広告カードの1枚なんですけれども、こちらですね、こちらの裏ですねにはですね、こんなことが書いてありました。わかりますかね。ちょっとね、漢字ばっかりでわかりづらいと思うんですけど、これは多分まあ中国かどっかのあれですかね、まあちょっとよくわかりませんけど、こういった、広告カードがついてきました。はいはい、というわけで今回はロイヤル B をご紹介したんですけれども、もうめちゃくちゃレア度の高いトランプでしたね。で、こちらのデック、東急ハンズで買ったと言いましたが、もうね、店頭には売ってないので、もしね、ここにあるよっていうのが分かる方いらっしゃったら、ぜひね、コメント欄に書いていただけると嬉しいです。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。またその他 Twitter、Instagram もやっておりますので、動画説明欄よりフォローしていただけると嬉しいです。ということで、また来週の動画でお会いしましょう。またねー。